物語が現代編に入りとんでもないことになっているよ漫画版ということで、今回もですねコミカライズ版半妖の夜叉姫最新話、38の章追跡もね話していきたいかなと思っております。じゃあまあその前にですね、軽くこれまでの最新話の前に振り返りねしていきますと、こういろいろな出会い、別れ、復活、戦いを経まして、こう成長してきました三姫がついに元凶である妖霊星に操られた麒麟丸と対峙をねすることになります。でそこで麒麟丸さんからいろいろと思惑が語られていったんですが、前回ね、正直ここがまああんまりよくわかんなかったでもね、まあ、一応その現代に行くっていうのをこう目的にしていたようでして、でもねまあそうはさせないと殺生丸三姫がこう立ちはだかっていく。だからね今は三姫一行 VS 麒麟丸と操られたリオンと麒麟丸化してしまったリグとのね、まあ、戦いがメインのお話になっていたんだけど、まあ、それプラスいろいろこう前回ね、麒麟丸さんのお話から疑問だったところも、まあ、解決していったかなと思うので、そこら辺のね、話もしていこうかなと思います。では、まず、リグのね、戦いから順に見ていくんですけど、いやー、強いよね、リグ。まさか、こんな強かったかなっていう感じで、バッサバッサとですね、ジャケンとトアさんを切り裂いておりましたので、まあ、普通にこの二人の傷の具合っていうのが心配だなっていう話はあるんですが、僕はでも何よりですね、リクさんの方もちょっと気になるよねっていうとこがあって、やっぱ前にねしおりさんの回でどんな時も忠実にトアを守る騎士となりますっていう風に言っていたのに、そのトアを切ってしまったっていうのはこう多少理性がね残っているようだったんだけど、いやこれ残っているからこそもうトアを傷つけたっていうこの事実はリクの心を確実に蝕んでしまったのではないでしょうか。で次がそんなリクを救うためにですね、刹那トアが使いました転生剣、このエネルギーによって時の風車が起動してしまい、リクさんはね、現代に飛んだよっていうお話があったわけなんですが、これがね、いや本当に前回いろいろ疑問だったところがめちゃくちゃ解決していくなっていう風にありましたので、ちょっとここからは前回のその疑問解決編をねやっていこうかなと思います。一つ目の疑問が、その時の風車のエネルギーに、まあ、結局その殺生丸と三姫どちらの力を麒麟丸はまあ狙っていたのかなっていうところ、これはその現段階ではあるけど、まあ、今回の話だけで言うと、そのリオンの生きた世界を作る、宇宙を再構築するほどの力には殺生丸の妖力が必要で、でもこの時を超えるっていう方には三姫と言いますか、とは刹那の転生剣の力が必要だったのかなっていう、まあ、とりあえず解釈をしました。うん。まあ、この疑問に関してはこんなもんだね。はい。そして、次。まあ、なぜ現代に行ったのかっていうところ。うん。まあ、これも現段階の話なんだけど、その、麒麟丸さんがね、邪魔者のいない現代で目的を達成しようっていう風に言ってましたので、前に少し予想した通り、一番の、今ね、邪魔となりますのが殺生丸になるので、その殺生丸が追ってこれない現代へ逃げて、その目的を達そうとしたのかなっていう感じで、これ本来自分麒麟丸さん自身でやり遂げたいっていう思いが少しあったと思うんですけど、殺生丸のね足止めをしないといけないなっていうところと、まあ、目的を達せられるならば自分じゃなくてもいいよねっていうことで、こうリクさんにね託していましたっていうのが一応表向きの理由ではあったんだけど、もしかしたらこれね殺生丸との決着をつけたいっていうその当社としての本能もねちょっとあったかもしれません。そして次に解決していく疑問となりますのが、まあ、もう一つのエネルギー問題だね。現代に行くのには転生剣のエネルギーを使うっていう話だったんだけど、結局その時の風車を、まあ、本来の目的で起動させるためには殺生丸の力がね必要っていう話だったのに、リクさんはその殺生丸のいない現代に行ってしまいましたよと。じゃあその現代でエネルギーどうするんだろうねっていうところね。でこれに関して前回ですね、僕現代にはその妖怪の数が少なくて、でいたとしてもトアさんが触れてしまったら消えてしまう程度のレベルのものしかいないから、こう妖力を集めるっていうことはできないよねっていう、その現代妖怪否定論をね一つ説として出していたんですけど、でもやっぱり現代妖怪かもねっていうふうに思ってて、まあ、その理由がですね、まあ、そのこれリクさんが現代に行ったこと、リクイコール麒麟おさむであるっていうことがすごくね絡んでくる、めちゃくちゃ繋がってくるなっていうところのお話になってますので、ちょっとこう全体の話をね
ここら辺も説明をした話を少し聞いてほしいんですけど、まあ、今回三姫と陸が現代に飛んだわけなんですが、三姫が到着した後、周りにね、陸さんがおりませんでしたよと。まあ、これが少し早めに陸さん到着してどっか行ってしまったねっていう可能性もあるんですが、僕はね、時の風車を使った時空の歪みか何か、まあ、そんなものによって、三姫と陸で時差っていうものがね、生まれてしまったんではないかなって思ってます。まあだからつまり、三姫が到着した現代よりも、こう、もっと昔、まあ昭和であるとか、大正であるとか、まあそれとももっと過去の時代に陸さんは、ね、たどり着いてしまったんではないのかなと。で、これは無からね、僕が妄想したっていうところではなく、まあ、一応、その、漫画のね、第1話で、陸であるキリンオサムが、先生をね、やっていたっていうところだったり、アニメの方のキリンオサムも、その、陸によって捨てられたキリン丸の腕が、こう、700年の月日を経て、まあ、現代にね、誕生しましたよっていうお話があったっていうことからも、その、井戸の裂け目を使ったとしても、必ず500年後、っていうところに到着するとは限らないよねっていう、まあ、考えから想像した部分ね。で、これ仮に想像通り早めにね、陸到着しているんだとしたら、その時代にはまだ妖怪がいて、で、その妖怪を狩ることで時のね、風車のエネルギーをこう補おうとしていたんじゃないかなって。だからそうなると現代に今ね、あの妖怪が少ないっていうのも、この時陸さんが狩ったことに影響なんじゃないのかなっつうお話。でもこれね、そんなに現代でもう分かるぐらい妖怪狩り尽くしたんっていうねっていうところ思うんだけど、まあね、勝ったんじゃないですかねこれ、まあめちゃくちゃ頑張ったんじゃないですかねで、これも一応ですね、そのアニメの方でキリンオサムっていうのが、昼はね、先生をやりながら夜はこう妖怪退治をするっていう、なんかヌーベイみたいなことをねしていたよねっていう部分の踏まえてたりねしています。はい。そして、その後、まあここまでね、僕の予想通りであるならば、リクっていうのは名前をね、キリンオサムっていう風に変えて、トアの通う学園のね、先生っていうのをしているわけなんですけど、まあこの理由となるのが、まあやっぱりトアの動向を探るためなんですかね。ずっとね、想像の話なんだけど、まあ、さらに重ねていく、いきますと、まあ、やっぱ、陸さんの飼った妖怪だけでは、時の風車をね、動かすだけの、妖力に、まあ、足りなかったんじゃないかなと。でも、それでもね、その、リオンの復活っていうのは簡単には、諦められませんよっていう中で、陸さんが次に目をつけましたとか、戦国時代からやってきた大妖怪の血を引くとは。でも、こう、現代にね、染まって、り切ってしまい力を発揮できていないとはではなく、戦国時代に戻り世界を救うためにいろいろ旅をしてね、成長して力をつけた今の三姫、この力が必要で、でその三姫がこう現代に来るっていうところを待っていた。だからこれまでキリン丸さんがですね、いろいろと成長をね促すために強敵をぶつけていたっていうのも、すべてこの現時代で時の風車のエネルギーにするための計画なんですよっていう話だったんだとしたら、これもうもはやなんて先まで読んでるんじゃいっていう感じではあるけど、まあとりあえずここら辺がね、僕の想像の話ではあるんですけども、でもある程度これまでのね、アニメとの親和性とか、あとその椎名隆先生の漫画版汎用なやしゃ姫内で、まあいろいろとですね、犬やしゃとかアニメやしゃ姫内の設定っていうのを保管していましたよねっていう、その実績っつうところを考えますと、まああながち全てね、間違ってはないんじゃないかなとか思っていたりするところがあります。わからんけどね。というか、まあそもそもですよ、この現代に入ったことでいろいろやっぱりね、繋がってそうな今のこの現展開っていうところが、ちょっとね、楽しすぎるよね。やっぱり陸イコールキリンオサムっていうのがほんと秀逸でございまして、いや、まあまだわかんないんだけど、ここもね、ずっと想像の話でしかないんだけど、いや、すごいね、すごい、ことになるぞ、と僕がね、匂っておりますのが、第1話で、キリンオサム先生が授業でね、話していた新古今和歌集、ここの、春の夜の夢の浮き橋、と題して、峰に分かるる横雲の空、これ。まあ、ごめんなさい。まずごめんなんだけど、俺がその古文とか和歌とかは全然理解してないので、完璧にはここの部分を分かってはないんだけど、まあ、一応その何気ない風景を見ていて、その昔のね、恋の夢を思い出しましたっていう、
で、だから時代が変わっても人が変わってもね、こうやって恋するのはなんか変わんないっすね、みたいな話をね、ここしてるんですけども、してるんですけどもね、これが、とわに向けて、1話からキリンオサムであるリクがかけている言葉なんだったとしたら、ちょっとこの、思いつうか過去の何？もうなんかすごい！すみません、なんかちょっと説明をしようと思ったんですけど、ちょっと凄さがね、凄さが先行してしまうほどの、ちょっとことになってるんじゃないのかなって、思ってます。まあ、そんなすごいことにね、なっております。漫画版半妖怪者姫。もう終盤も終盤まで来たなって感じはありますが、この最後の結末までね、楽しんでいこうかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。まあ、そんなところで、今回はね、38度小追跡の話でございました。